こんにちは。こんにちは。はい、えー、今日はディライズインタビューですね。ヨガインストラクターの西城麻耶さんに、えー、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてあの今日は編集員の方はですね。中西と口の2名でお,お話を伺いたいと思っています。はい、では西城さん、早速ですが、えー、普段どのような活動をされていますか？はい、教えてください。はい。 えとヨガを始めてから結構だいぶ経つんですけど1 5 6年ヨガのインストラクター続けています。うん、中でうん、うん、あの,普段のレギュラーの例えば何でしょうねあの1時間のレッスンだったり90分のレッスンだったりとかっていうものをてるんですけど、うん、それの他にも、まあ、出張で会社さんに伺ってちょっと呼吸法だったりとか瞑想みたいなもの、まあ、リラックスをするようなもの、うん、あと。 ちょっと深めるようなワークだったりとかそういった心と体をこう沈めるというか整えるようなことを子どもたちにやったりとか中学校高校に行ってやったりとかそういう時もあります、うん、でまあなんか細く長く引っ越したりなんだりで活動減ったりとかもいろいろあるんですけどまあずっとあの続けてはいってます感じ<ー>はい はいいありがとうございます、ね、実は私たちあの出会ったのは2005年ぐらい、ね、そうですよね、ね<ー>その頃はは、ね、パワーヨガっていう,もう結構、ピチッとした感じで <laughs> キャミソール着てやってましたよね。やってたところから、すごいですね、今はあの企業のみでなく学校、子どもたちとか中学校とかそういうところまで行かれてやってらっしゃるんですね。 そうなんですね。あのー、まあ今はちょっと少ないんですけど、あもう本当にコロナになってからはちょっとそういうの全然ないんですけど、一時期本当に中学校だったりとか、あと高校とか選択授業の中でちょっと取り入れていただいたりとかっていうことも結構あの盛んだった時期もあります。へ、えー、そうそう部活、県、うん、大会とか全国大会とか優勝するような剣道部があるんですけど、そこで毎年夏の時にまあリラックスと精神、うん みたいな感じの、うん、ことができるようなのをお願いしますって言われて1年に1回行ったりとかそういうこともあったりするのですごい幅が年齢の幅もすごく広いので面白いなと思いながらあの通常のクラスの他にもそういうこともやってます。はあいやそんなに幅広くねやっていたっていうのはもう私あんまり聞いていなかったと思ってすごいすごいなと思って、はい、感動しました。 で一緒にやっていた頃から考えると、うん、こうやって振り返って今日改めてこうなんかああ振り返ってみたら結構いろんなことやらせていただいたなっていう感じがありますね。うん、あの企業さんとかもね今マインドフルネスとかもすごいあったりとか取り入れられたりしてるところも多いのでまあほに男性全員男性50人みたいなところで <laughs> ちょっと呼吸法したりとかちょっとステローみたいな、うん。 クラスもやったこともあります。うん、結構いいです皆さん反応がいろいろなので、マインドフルネスがまたねどんどん流行ってますもんね。そうですね。なんかマインドフルネスもあのなて言うんですかね、瞑想とかの本当に入り口だって言われているような技法なんですよね。うん、なので、そまた、あ、心の波を沈めていくっていうのが目的でもあるので、ちょっと まあ専門にそれだけっていう形ではないんですけど、そういったこともちょっと触れたりしながらやってます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問いきますね。はい、その今の活動をやろうと思った理由、目的は何ですか。はい。もう。はい。を本当に始めた時は、あの東京に住んでいて。 あのちょうどアメリカから帰ってきた先生のクラスに行ったのが初めてのヨガだったんですね。うん、でもともともう本当に社会人になった頃20代前半ですかねにちょっと習い事をいくつかしよう自分のお給料でって思った時にヨガもちょっと浮かんできてたんですけどその頃ですごい宗教色が強くて、うん、あとはまあご年配の方の健康体操みたいなそういう感じがすごくあってちょっと踏み出さなかったんですね。 ちょっとあの生活を引っ越しをしたり生活のスタイルがちょっと変わった時にあまたなんかちょっと始めてみたいなと思ってお友達に声かけられたのがヨガだったんですね。でそのアメリカから帰ってきた先生のところに行ったら私運動全くできないしやらないんですけどその先生のところに行ったらもう体ものすごく疲れてるのに帰りはめっちゃ元気になったっていう体験が一番、うん。 だったんですよね。それで、もうどんどん活動をあの勉強したいという気持ちで始めていった感じです。うーん。体はものすごく疲れてるのにすごい元気ってなんかすごいギャップありそうなんだけど、でもすごい実はわかるところがあるんですけどそうですよね。<laughs> ね<ー>そうなんですよ。そこがちょっと面白かったところで、うん、もう次の日は私、うん、ベッドの上で。 金縛りに合っっっててるんんだと思って起き上がれなかったんです、ね、もう <laughs> 全身筋肉痛で「あれ私金縛りに合ってる今まだ夢の中かしら」みたいなぐらい、うんうん、体はすごい全身使った感じになっていてうん、うん、でももうあの帰りの電車はすごい足取りが軽くて、うん、いつもだったら率先して電車の椅子座ってたところが「どうぞどうぞ私座らなくても大丈夫」みたいな。<laughs> <laughs> そんな元気さをすごくリチャージした感じがすごいあったんですよね。それがね、普通のスポーツだと発散してね、すっきりするっていうところだけど、ヨガはね、実はすごいエネルギーチャージするものっていうね、全然違う、えー、ものだっていうところがね、私もかなりヒットしたポイントでしたね。ねなんかあの外に向かってる、もう感覚器官でずっと外に向かってるものを、もう内側にちょっとベクト。 変えるっていうような。うんうん、そういう感じのイメージですよね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあその今のあのね活動を今後続けていった先にこんなことが来たら良いなあ。などの理想とかありますか？はい、はい、やっぱり今すごい。ストレス社会かなって去年ぐらいからも本当にそうですし。 あのー、そこをケアしようってことって今すごくねいろんなところでいろんな業界であのいっぱいいろんな形で提供されてるかなと思うんですけどやっぱりなんかそれぞれが自分の選択で自分で好きなように生きられるというか何かすごい流されてしまうとか何かにこう捕まってないといけないっていうような精神状態じゃないっていうところをみんなそれぞれがね見つけられたらいいなと思うんですね。 あとは、まあ、あの年齢も結構いってますのであの緩やかに年を取っていく感じの,あの体調と管理とかですねなんかそういうのも一緒にできるっていうのがすごくヨガのいいところなのでそういうことをもうなんか老若男女問わずにいろんな方にいろんな場面で生かしていけ言っていただけることがあるなと思っているのでなんか元気になったらいいなっていうただもう本当にそれだけです。 うーんなるほどなるほほどどななかなかね、確かにストレスはもう、なんかどん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 ね、ひどくなっている状態ですよね、情報もすごく多いので、その中でどんなふうに自分の健康を、ね、保っていくかって、すごく課題だなって思うし、うんうん、なんかすごくそこが健康、心身ともに、ね、健康になっていく方向性っていうのが、うん、目指されてるのかなというふうには感じましたね。 ね、なんかあのよくヨガのお話の時にちょっとしたりするんですけど WHO の健康の定義の中には、うん、やっぱり精神の健康というのも含まれてるんですよねなので体の手がめちゃめちゃ元気でも心がすごい満安なのかっていうのはちょっとまあ健康っていう意味ではあのもうちょっとホールで大きく考えた健康っていうことか何かねの皆さんがどんどん自分の 取り入れたいように取り入れたりとかして元気でいたらいいのかなーっては思ってます。うん、うん、うんうん。はい。ありがとうございます。はい、じゃあその次の質問に行きますかね。はい、えーと。まあその活動もね。ちょっともしかしたらね。あの重なるところはあるかな？あるかもしれないんですが、その活動をやろうと思った。きっかけ。 なんかここだって思うようなきっかけが何かありますか？そのヨガの実際ヨガやってその後ずっとねこのような形でもうずっと15年も続けられてるってすごいと思うんですけどね。うん、うん。なんかそれをやってみようと思った。そうですね。っ,っていうのは。ねうんうん、本当にそのさっきもちょっと言った一番初めの体験が大きかったんですよね。うん、で、それをちょっと学び始めた頃に私仙台の方に転居をしていて、うん、あの。 何でしょうね、自分がやりたいようなヨガのスタイルの教室もなかったしやっている人も本当にいなかったりして、うん、久しぶりに会ったお友達とかには「うん、えー、そっちに行っちゃったんだ怪しい」みたいな感じのコメントをされたりとか結構そういう感じだったんですね、うん、1 5 6年前、うん。でも本当に海外の先生とかからねいろんなことを教えてもらってもっとすごくヘルシーで健康的なものなんだよということをやっぱり。 近くでねあのやれる仲間もやっぱり欲しいなっていうのはすごく思ってでもちろん、うん、スタジオだったり何だったりも全然なかったので,でそういうふうにどんどんやる人が増えればねお教室も増えたりいい先生もいらっしゃったりとかっていうことになるんだろうなと思ったのが一番初めのきっかけですね。うう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 うん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 ん、うんん、んななるほどなるほほど、<っ>うんうん、どうぞどどぞぞ若いい子たたちに、私すごく精神を病んでいたので、そののそ頃 うんうん、すごく10代の子とかに何かこう迷っていたりとか悩んでたりするときに、まあ、こうやって体と心っていうものをもう自動的にというか、まあ、強制的にですよね <laughs> 整えてあげることですごく楽になるんだよということも私はちょっとお伝えしたかったので中学校っていうのも、うんはい、最初の頃とかはすごく行ったりとかもしてまし今でも続いてるっていう感じですかね。うううううんうんうん、うんん あなるほど、なるほど、そうですよね、なんか、なかなかそのあ、仙台にはなかったんですね。じゃあ、そこ、なんか、切り開いていかれたんですね、藤さん,うーん。そんな素晴らしいことではないんですけど、うん、<laughs> 思ったら、あの時の活動は私にはできないなって思います。<laughs> うん私を何千万もいて で巻いてとか置いてくださいってお願いをしたりとか結構そうやって広め少しずつ塗っていけた感じはあります。でももう今思ったらできないと思います。そうでも今はあ今こそスマホだったりとか SNS ありますけどその頃全然そういうのなかったというか、うん、だったので目につくところに置くしかないみたいな感じの。 うーんそんな感じだったので、すごい、すごいですね、その、ね、なんか、まあ、やめちゃうこともぶっちゃけできる。<laughs> うん、そうなんですよでぶっちゃけできるんだけれど、そこを、ね、そのもう何枚もや、ね、ちましチラシを配ったりっていう風にそれができていったその選択の方に行けたその背景には何か考えられるものってありますかあの時って、うん、今思ったらなんですけどもう自腹切って借り、うん、てっていう感じをしてた。うんうん それぐらいに熱量が自分にもあってなんでできてたんでしょうねというかやらなないっていう選択肢はその時になかったんですね方法がそれしか自分の中には見つからなかったっていう形でうん、うん、自分が伝えたいことを伝えたいっていうその熱量だったんで今,今考えたらすごく押し付けがましいかなってはちょっと思うんですけど。うんうんうん 何かそれがだから大変だと思ったことも全然なかったですし帰ったら大変だったねって言ってあげたい私にっていう感じぐらいでそれしか自分の中にはなくてそれが自然なことでしたねうんうんでしただから本当になんか考えてやったというよりは法うん、うん、的にやっちゃったっていう流れの方が あの正しいかもしれないですね。今だとね、本当にいろんな選択肢があると思うんですよ。オンラインですだけでやるとか、スタジオとイベントだけやるとか、いろんな選択肢あると思うんですけどね、きっとその時はもうそれしかなかったんですね。うん、それに悩むこともなかったっていうところもあって。<laughs> <laughs> なんかすごいねそうそうんかこの間も話聞いててもんか感じたのがそこになんか何て言うんだろうそうんかミッションっていうか使命っていうかなんかその今始まったことではないなんかそういうものがまなんか西条さんの中にすごくあるんかんかねんかこう宇宙宇宙誕生からじゃないんですけどそこから何かつながっているような ものをイメージされてる感じがこの間聞いててしたんですけどそう,そうですかねなんかそんなに思っていただけるとすごい嬉しいんですけどうん、うん、やっぱりなんでしょうね形はいろいろ変わっていって例えば時代の流れに追いつけないとかいろいろ本当にねあると思うし、うんね、もう何て言うんでしょうねそれだけを一本で仕事にしてるっていうのも難しかったりもするので。 そういうなていうんですか活動のボリュームっていう意味ではいろいろ自分の中でも試行錯誤しながらなんですけどうん、うん、っていうのは本当になだからないという感じなんですよね不思議自分でもそれはやっぱり不思議で何かあもうやり続けていくんだなっていう感じはありますねその頃はっきりそうは思ってなかったんですけどねうん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 今、まあ、やれ続けよう が、ちょっとメインになって考えて行動が変わっていってるところもちょっとあるかもしれないですね。うん。いやー、このやらないという選択はないってかっこいいなと思ってね。<laughs> はい、ワクワクしましたね。聞いててなん,なんかその時は本当にそう思ってたなって,考えていただいてね。すごい。そのあ、そういえば156年何してたかなってちょっと振り返ってみたんですね。うーん。 あーすごい情熱でやってたなーってまあよ,いよくも悪くもですけどねめちゃめちゃ押しつけがましいヨガやってたかもしれないのでなんですけどそうですね続けられてよかったなーって今は思ってます。は 中西さん何か感想とか質問とかもしあれば質問があってですねそのヨガを伝えたかったっていうその、ね、自分が伝えてることを伝えるってことがあったと思うんですけどもそれをヨガを伝えることを通して本当のなんかメッセージ何を、ね、伝えたかったのかなっていうのが気になったんで<ー>ちょっと聞いてみたいですね。はい、どうですか もう何でしょうね、私結構自分がその頃悩んだり苦しかったりで、もう周りに合わせることが一番、波風立たないのがいいし、望まれることを期待されていることをこちらも返すっていう人間関係っていうんですかね、何かそこにすごく私は疲弊をしていたんですよね。でもうすごく自分の内面とあとあ外に こから見ら見れている私っていうものがすごくもう乖離している状態っていうのに気がついた頃だったんですよねその、うん、なのですごくそこを何かこう私ちょっと見直さなきゃいけないことなんじゃないかなっていう時にちょうどヨガに出会ったんですね、うん、なので何かこうちょっと自分の中で混乱をしている方だったりとか何かこうそうですね あのバイタリティがあって求められるものをどん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 自分から出していける方はあのそのままどうぞっていう感じで思ってはいるんですけど、うん、そうじゃなくて周りにすごく翻弄されていて苦しいと思っているのっていう人は、うん、本当にこういうメソッドやっぱりもう5000年の人体実験なので、うん、から出来上がっているメソッドなので、うん、ちょっとやってみるとものすごく自分のことを取り戻せるよっていうこと、うんうん なあと思ってね。なんか自分のことを取り戻せるっていうメッセージがなんかすごく伝えたいんだなって思って、その周りに合わせることが辛さとかが共有共感できるからこそ自分の本当の自分を取り戻してほしいっていう思いがあるからなんか伝えてるんだなってそういう整理されて良かったですね。その熱情がね知りなかったんで自分ははいありがとうございます。いますはい。いや感動しますねこれは。はい<分>ものすごく自分を取り戻せる。 うん、でそもそもその自分ってどんなんだろうっていう探すところからだったりするじゃないですか心地よかったり自然でいるっていうことがどういうことなのかで、うん、いろいろ勉強深めていくとニコニコしていて人と仲良くできてっていうことが必ずしも別にいいわけでもないなっていうふうに自分の勉強の中でねそういうのを深めていく中であったので。 いやいやもう怒りっぽいなら怒りっぽいままでいいんですよって自分が苦しくないのであればっていうことが今だったらお伝えができるかなって感じはありますねうん。なんかすごく共感しますね。私も社会,、ね、社会人生活を送る中でっていうとどうしても会社とかだと周りに合わせて生きるのが良しだし、ね、波風立てないのが良しという,うところが当たり前の風潮もね日本社会の会社で勤めていたので。 はい、そこで苦しんでる方もたくさんいらっしゃると思うんで、そこにそういう方々にね。どんどんあの？斉藤さんのメッセージが届くといいなと思いました。はい、あじゃあ最後に一言あの是非あの視聴者の方にメッセージをいただけますか？私からですか？はい、はい、あの皆さん今、今本当にいろんな形でヨガって世の生活の中で触れることできると思うので、少しでも何かちょっと。 チャレンジする気持ちでもいいいいいととと思思うのでやってみられるといいかなと思いますもちろんあの先生によってねいろんなアプローチあるかなと思うんですが呼吸を大事にすることと意識を扱うことっていう意識気持ちをちょっと持ってリラックスのヨガでも汗をかくようなヨガでもやってみられるとあのご自分の中のフィードバックっていうのが全然違うと思うのでぜひちょっと一度今年チャレンジしていただけたらと思います。ありがとうございます。 はい。はい。今日はヨガインストラクターの西城まやさんにお話を伺いました。はい、西城さんありがとうございました。ありがとうございました。